皆さんこんばんは。こんばんは。本日は寝る前のストレッチをご紹介します。最近僕ストレッチ毎日死ぬほどやってるんですよ。マジでめちゃめちゃ体重落ちる。ストレッチって舐めてた、運動じゃないと思ってた。あ、そういう風に思ってる方多いかもしれない。やっぱ僕もずっとサッカーやってたんで、はい、あんぐらい運動しないと運動じゃないだろうと思ってたけれども、最近ストレッチを死ぬほどやったら本当にみるみる体重が落ちていく。寝る前にしっかりこうストレッチをやることで皆さん代謝すごい上がるんで、うん、ね、なんかこうストレッチって気合い入れてやるより、なんとなくこうダラ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 、そうですね、やるぐらいでもちょうどいいと思うんで、ゆるく、そうなんで今日はゆるくダラダラ皆さんと一緒にストレッチをやっていけたらと思いますので、一緒にやりましょう。最近は、はい、どうですかね。まあやっぱ寒いから体も固まっちゃいますからねやっぱ2月じゃん、はい、一番寒いじゃん。寒いですね。僕2月誕生月じゃん、はい、寒いのよ。わかる、この違うのよなんか寒いの、気持ちも寒いのよ。気持ちも寒いですか、はい、誕生日なのに。みんなが寒いのよ。みんなが寒い。そう、あなた夏生まれじゃん、はい、夏生まれってあ、暑くない、なんかみんなが。あ、確かに夏ってなんか盛り上がってますよね。盛り上がってるでしょ、はい、冬って盛り下がってるんで。あ、12月ってまださ冬でも盛り上がってる。イベントありますもんね、いろいろ。で3月ってもうすぐ春じゃん、はい、1、2月ってすごい盛り下がってる。ああ、まあ言われると確かにそうかもしれないですね。そういうことってないで、なんか金子の誕生日って、はい、夏休みでしょ。夏休みですね。だから学校で誰かにおめでとうとかっていうのもなかったですし。ああ、なんか4月生まれのお客さんに聞くと、はい、4月生まれって誰にも祝ってもらえないんだって。え、なんでですか。新学期になって、はい、要はクラス替えとかあるじゃん、はい、まだ仲良くなってないのに誕生日なんだってだからお祝いムードじゃないから。そうか、関係性がまだできてないから。だからみんなね、自分の誕生日にいろいろ思うらしい。え、何月が一番ベストですかね。俺は8月が羨ましいけど。あ、8月うん、逆行こうか。はい、6月とかって雨すごいじゃん。はい、ちょっとさ、6月だと雨なイメージで。そうですね、なんかちょっとブルーな感じありますね。11月とか10月とかよくない。あ、その辺はなんか気候的にもいいしね。え、はい、なんか何もデメリットがなさそうだよ。デメリットはないけどまさかの誕生月にメリット、デメリットじゃあ2月は本当に寒いんだって身も心もだって雪降んだよ。もう中止になるからね、下手したらマジで。俺あるもん、誕生日会中止になったこと雪でかわいそう。そうでしょよし、はい、しょ。じゃあ何月が、まあ、誕生日とか抜きにして、うん、一番好きな月って何月ですか。なんだかんだ12月なんだよね。あ、一緒。嘘。はい、若い時は夏、それこそ8月が本当好きだったんだけど、だんだん年齢重ねてきて、はい、ちょっとあの暑苦しさに、なんかだんだん抵抗が出てきて、はいはい、春、4月とか、うん、なんかだるいのよね、俺、体が。で、12月ってやっぱウキウキするんだよね。12月、僕こう見てクリスマスめっちゃ好きなんですよ。はいはいはい。だからなんかもうすっごいワクワクする。あと年末が一番好き。こんなに誕生日の話で、ね、いろいろ思ってることがあるんだね。剛さんの誕生日ってバレンタインじゃないですか、うん、たくさんもらったんじゃないですか。そんなでもない。チロルチョコ1個とか、はい、これはバレンタインとして加算していいのかっていう問題あるよね。誕生日だしあげるよみたいな。そうか、それはどっちですかね、うん、誕生日プレゼントっていう認識であればホワイトデー返さなくていいけどバレンタインだったらホワイトデー返さなくていいけど。それ俺それマジ言いたい今は思わないけどさ、はい、学生の時マジ誕生日プレゼントかと思うじゃん、はい、でもやっぱ返さないとさ、はい、なんか言われるんだよねテンションの下がる月っていつ、はい、正直。正直、うん、2月らしいなそう考えると。そうでしょ、そうやって考えると。そうなんだよ、みんなね絶対そうなんだよ。俺の誕生日の時、はい、みんなテンション低いんだって
あのね、例えばみんな集まってくれたりすんじゃん、はい、集まったんだけどなんかテンション低いんだよ。あのお客さんね、夜のお店で働いてるお客さんなんだけど、はいはい、2月が一番閑散期らしいのよ。ほーということはみんな飲み歩いてないってことだよ。そういうことですよ。2月が換算、やっぱ行動はしないんだな、2月って。3月後半あたりからかな、行動するのって。あでもちょっと暖かくなってから行こうよ、やろうよとかっていろんな企画は立てられるでしょうね。確かに、要はちょっと耐え抜かなくちゃいけない時期でしょ。そう耐え抜かなきゃいけない時期に生まれちゃったのよ。でも2月がなければ節分もないですし、はい、バレンタインっていう文化もない、はい、ウルード氏っていうなんかそういうのもない、はいはい、なんだかんだ2月ってやっぱいろいろ重要だとは思うんですよね。多分あの頑張っていろいろつけたんだよ。そういうのに文句が出て2月の文句が2月か、確かにな、そんな風に考えたことなかったけど、うん、改めて考えると、まあ、2月って別にそうですね。8月ってすごいいいよね、だから8月はなんかすげえお酒飲みそうじゃん。そうですね、誕生日お酒飲むでしょ。飲みます、はい、2月なんてお酒あんま飲まないからね、寒いから熱燗とかでチビチビ、そうそうそう、チビチビまったりゆっくりよ。やっぱ大人になるとそういう方が好きですけどね。まあね、はい、だから俺だからそういうガヤガヤ系苦手なじゃん。はいはい、そういうとこだよきっと。なるほど、そこはもう出てるわけですね。そうです。よし、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。下半身一切動かしてないじゃん、はい、下半身熱くない？熱い、わかる。もう全身なんかさーってなんか気軽に友達とお話でもしながらこうやってストレッチやってもらえればさ、うん、あストレッチやった感覚ないじゃん。2月の話したらしい。もうそれしか印象がないわ。でも体結構動かしてたよね。そうですね、ご家族で一緒にねお話しながら今の流れで消してもらって、はい、あの音だけ消して、音あると2月の話聞こえてきちゃうから。もういいよ2月は。そうそうそう、音だけ消して同じことやってくれればいい感じのステージになると思いますね。ぜひこれをやってみてください。そして今の時も美しく綺麗な方でいてください。このようにアピアンス TV では今にも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思う動画とお決したので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。実は1年前から松平健さんと枕を作っていました。作った枕はこちらになります。名前は健眠枕と言います。おお、いい感じでしょ。気持ちいいですねこれ。そうなのよ、これ実は体圧分散実験してて、こっちが従来の枕、はい、これが健眠枕、すっごい平均的に圧がこうやって分散されてるのか。はい、寝まーす。おお、これはこう分かりますか、卵割れないようにふわって実際柔らかさどれぐらい違うかちょっと触ってもらいたい。全然違う。これ、うん、柔らかいじゃないですか、うん、柔らかいと頭とか体グッて沈み込みすぎるんじゃないかって思うんですけど、うん、寝てると全然そんな感じないですね。そうなのよ、ね、こんな柔らかかったか。定価価格が14,980円、うん、はい、なんとうちの動画見てくださってる方には9,800円、あの概要欄に枕のサイトとあとクーポンコード、もし興味ある方はぜひ早めにご購入してください。